岡ヤフオクドームです。福岡さん、さあ注目の立ち上がり、トップバッターは岡島。5球は3球目、投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、内野ゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番藤田、投げました、打った、今宮ボールを取る、ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。打った、流し打ち、取って、これでスリーアウトチェンジ。セッツ、まずは初回をきっちり。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは木所、打った、ライトへのフライだ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番本田。第4球は、あっと打ちました、ショートバウンド取った、一塁へ送る、もぎうまくさばいています。これでツーアウト、ランナーありません。第5球投げました、外角、空振り三振、ボール球で仕留めました。三馬上々の立ち。2回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のウィーラー、打ちました、レフトへ上がった、レフト落下点に入りました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番オコエ、投球これから5球目、打ちました、松田掴んだ、一塁送球、アウト。オコエいい当たりでしたが、サードゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。打った、三遊間の打球、松田ボールを掴んだ、サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。イーグルス三者凡退に倒れ、2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは松田、第4球を投げた、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。さあ5球目、インコース引っ張った、クリーンヒット、ボールが点々と転がっている、松田ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第5球投げた、流し打ち、どうだ、ライト前クリーンヒット、松田二塁回った、松田三塁でストーク、内川いいバッティングを見せました。イーグルス先制の。投球これから4球目、低め、空振り三振、バッターは7番今宮。イーグルス、ここは外野フライも避けたい場面です。打ちました、三遊間のゴロ、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。イーグルスダブルプレーでピンチをしのいでいます。3回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは松井、通算205本、外のボール引っ掛けた、ファースト前方のフライになりました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番足立、カットボール、空振り三振、バッターは9番ビジリサワ。第5球投げた、内角、空振り三振、セッツ下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者中村、通算見逃し三振、バッターは9番細川。第3球を投げた、おっつけて打つ、ライトの右、クリーンヒット、打球が転がっている、細川ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターはトップに帰って木所、第1打席はライトフライに倒れています。イーグルス、ここはバントシフトを敷きます。インコースのボール左へ、レフト線ヒット、細川二塁決定、三塁へ、木所ツーベース、イーグルス先制のピンチを迎えます。ワンアウトランナー二塁三塁。第3球を投げた、あっとキャッチャーこいつ、足立今拾った、ホークス先制、1対0。第5球投げました、内角低め外れてフォアボール、バッターは3番柳田。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。さあ第5球投げました、低めボール球打った、これは内野ゴロ、一塁へ送る、ホークスさらに1点追加、2対0。今日は安打を放っています、バッターの松田。第3球を投げました、打ちました、取りました、これで3アウト。ヤフオクドームよりお伝えしています、福岡ソフト。ゲームは中盤戦に入ります。この回のトップバッターは岡島、最初のバッターボックス見逃しの三振、左バッターボックスは2番藤田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、三振、4連続三振。バッターは3番茂木、最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。さあ4球目、打ちました、
これは平凡なレフトフライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。セッツこの回も完璧。4回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは内川、次が4球目。投げました、流し打ち、ライト前ヒット、クリーンヒットです。内川いいバッティングを見せました。バッターは6番長谷川、今日の第1打席はスイングアウト。第9投げた、初球送りバント、取った、一塁送球、藤田取ってアウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。投球これから5球目、打ちました、サード左、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第6球を投げた、外角低め、空振り三振、ボール球を振らせました。4回5回の表、2点を追いかけます。イーグルスの攻撃、先頭バッターは DH のウィーラー、打ちました、泳いだバッティング、ファースト後方のフライ掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番オコエ、最初のバッターボックスはサードゴロに打った、一二塁間のゴロ、一塁へ送る、セッツ取ってアウト、これでツーアウト、ランナーありません。第3球を投げた、打った、左中間へのフライですが掴んで、これでスリーアウトになります。セッツここまで素晴らしいピッチングを見せています。ホークスこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは細川、投げた、打ちました、三遊間の当たり、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って木所、第5球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、木所ナイスバッティングです。バッターは2番本田、今日はショートゴロとフォアボール。第2球木所走った、二塁送球はどうだ、盗塁を許します。木所今シーズン投球は3球目、投げました、バットパスボール、そして今拾い直した、ワンアウトランナー3塁に変わります。イーグルスここで前進守備を敷きます。内角イーグルスライダー、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。さあ投球は5球目、スライダー、空振り三振、2者連続三振でピンチをしのぎます。見まゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは次は5球目、投げました、打った、引っ張った、ボールはライナーでライトへ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番足立、第1打席はスイングアウト、アウトロー、空振り三振、ボール球に手が出てしまいました。次は5球目、投げました、打ちました、打球は三遊間へ、一塁へ送る、一塁アウト、これはアウトです、スリーアウトチェンジ。セッツこの回6回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは松田、逆らわずに右へ、ファールボール、投げました、アウトコースをつけた、ライト線に打球が飛んでいますが掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番内川、通算155本塁打まであと2本としています。あっと引っ掛けた、これは内野フライ、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番長谷川、これが3度目のバッターボックス、投げました、直球見送ってフォアボール。バッターは7番今宮、今日はサードへの併殺だと、サードゴロ。第4球を投げた、打った、1・2塁間へ、藤田取った、アウト、スリーアウトチェンジ。ヤフオクドームよりお伝えしています。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは岡島、今日はセカンドゴロと三振、外角高め、空振り三振。バッターは2番藤田、今日はショートゴロと三振、引っ張った、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番茂木、今日はサードライナーとレフトフライ、打った、センター方向へ持っていきましたが、取って、これで3アウトチェンジ。7回の裏、ホークスラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者中村、通算500安打まであと1本としています。ここまで2三振といいところがありません。イーグルスピッチャー交代、第3球を投げた、これは引っ掛けた、ボテボテのセカンドゴロ、セカンドから一塁送球、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番細川、今日3打席目、打ちました、ボールはライナーでライトへ、取りました、これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って木所、次が4球目、投げた、膝元、空振り三振、最後は空振り三振で打ち取りました。
8回の表2点を追いかけます。イーグルスの攻撃、先頭バッターは打ちました。三遊間の打球、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右のバッターボックスは5番オコエ。今日はサードゴロとファーストゴロ、空振り三振、バッターアウト。高めの変化球にやられました。第4球を投げた、打ちました。右中間へのフライですが、ライト前進、取りました。これで3アウト。8回の表が終わって2対0イーグルス。ホークス、この回は2番からの好打順、トップバッターは本田。投げた、打った、流し打ち、クリーンヒット。本田1塁回って2塁へ、本田ツーベースヒット。今日全くいいところがない柳田。さあ次は5球目、打った、センターの右にボールが上がっている、掴みました。あと2塁ランナータッチアップ。3塁送球、イーグルス、なおもピンチが続きます。バッターは4番松田。投球これから4球目、打った、前進守備のセカンドの上、プチタバック、落下点に入りました。取りました。これで2アウト、ランナーは3塁変わりません。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、ヒット、ホークス1点入りました。3対0。左バッターボックスは6番長谷川。第5球投げました、打ちました、ピッチャー返し、茂木2塁キャンパス踏んでアウト、3アウトチェンジ。8回目、さあここは守備を変えてくるようです。さあいよいよ最終回、先頭バッターは松井。通算200号本塁打まであと3本としています。打ちました、今宮、ボールを取る、一塁送球、アウト。接通完全試合まであと2人となりました。第4球を投げました、打った、三遊間のゴロ、アウト。ここは何としても完全試合は阻止したい。さあ5球目、打ちました、引っ掛けた、セカンドの頭上をフラフラっと上がっている、セカンド取りました、ゲームセット、接通完全試合達成、イーグルス敗れました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人。